プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタンもお願いいたします。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロより斉藤和美さんとお届けいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあいろいろといろいろな、シーズンのお話ですとか、投手としてのお話伺ってきたんですが、まあ、輝かしい功績というのも築かれた中で、まあ、右肩のその怪我にまあこう悩まされたという、はい、プロ人生でもあったのでしょうか。そうですね、結果的に3回手術しましたしね、はい、まあ、いろいろ、ね、今自分の成績、ご紹介いただいた中で、まあ、実質4年5年しか働けてないですし、ユニフォーム来たのが18年なんでね、はい、それを考えるともう13年4年はもうほぼ2軍かリハビリかっていうことになるんで、うん、まあ、ほとんどがもう怪我というかもうリハビリっていうところですよね、はい、3度の手術というのもすごいことだなと思うんですが、リハビリは、まあ、かなり過酷なものでしたか。そうですね、まあ、最後の6年のリハビリはそうですね、まあ、初めはね1回目は3年目にした時、はい、まあ、それはそれ大変だったんですけど、やっぱ手術内容がもう全然違ったんで、まあ、結構重い手術で、まあ、その手術をして、ピッチャー、まあ、現役復帰した投手がもうほぼほぼいない。今も、まあ、あんまこう一戦でまたこうバリバリっていうピッチャーはいないっていうぐらい結構大きな手術を2回したんで、はい、1回目とはねもう先が見えないんで、その何ヶ月後にはキャッチボールできるというとか試合投げれるっていうそういう感じじゃないんで、もう年単位なんで、はい、まあ、それを分かって、手術をしたっていうのはありますけど、まあ、それでもねやっぱ2年かかるって2年って結構ね、振り返れば人生の2年ってこう短いかもしれないですけど、その時の2年ってやっぱね一日一番長かったりとか、何もこう変わらない日々をこう毎日がデジャブのような日々を過ごしていくんで、まあ楽ではないですけど、しんどいとはしんどいですけど、まあでも結局自分が選んでるんでね、その道を、もう嫌ならやめればいい、やめれる選択肢はあるんで、やめないっていうことはまあそれはもう言い訳にはならないですよね、しんどい辛いっていうのは。はい、何かこう一進一退という感じなんでしょうか、その進行というかこの治り具合だったり。いや本当、はい、もうその結構な大きな手術だったんで、まあ、3歩進んで2歩下がるぐらいならもう最高ですよ。ああ、もう3歩進んでも4歩も5歩も下がる時もあるんで、はい、もう結局は2回目の手術もその感じで、もうあと2回目手術のリハビリの時はもう最後の最後はもう進めずに下がる一方っていうので3回目の手術を決断しないといけないっていう、3年リハビリしてまた2年かかるって言われたんで、はい、同じ時間をまた過ごすのっていうのはちょっとゾッとしましたけどね、はい、原動力というのは何だったんですか。やっぱり一番まずはまあ初勝利した時に喜びが忘れられないっていうのと、まあ、前回ね、話しさせてもらったようにその2003年にやっぱこう嬉し涙を経験してしまったっていうのが、はい、そしてもうその胴上げした時にもう嫌いな人でも抱き合えるんですよ、もう極端な話もうそれぐらいもう超越してるんですね、はい、もうそれぐらいのことなんで、で、まあ、それ以降もやっぱ勝てばね周りの人喜んでくれますし、ファンの人も喜んでくれますし、はい、自分が1週間に1回頑張ることで、うん、まあ、こんだけの人が喜んでくれるっていう、なんかもうそれはもう快感になってしまってるんですよ、なんか。うん、だからもうそれをまた味わいたいなとか、それをまたみんなでこう共有したいなっていうのが最後の最後に選択肢としてっていうか、この自分の中で残ってしまうんで、まあ、それがイメージが残ったまんま辞めるっていう決断がただできなかったっていう、やっぱもう一回そこはあれもあと1回だけでもいいからとか
1回だけでも味わえたら2回あるかもしれん、3回あるかもしれんとかっていう、うん、とりあえずその1回もう1回味わうことができたらっていう、そのただただ自分のもその過去のその経験したものをですね、自分の中でやっぱ何かがいろんなスイッチを入れてもらったんで、はい、アスリートにとってはある意味怪我というものは、まあ、宿命とも言えるのかもしれませんが、うん、今例えばその怪我と戦っている選手ですとか、まあ、斉藤さんのその経験をからどんな声がかけられますか。まあ、怪我の種類にもね、うん、よると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、リハビリ段階であってどういうリハビリするかにもよるんですけど、まあ、リハビリって うまくいかないもんなんで、そんなに簡単には、はいはい、で、まあ、もし手術したり、まあ、手術しなくても、まあ、初めはねこう競技に戻るその動きに変えていくっていうところまでの、ただその生活であったりその機能として高めるっていうリハビリっていうのは、これはまだ右肩上がりで いけるんです、はい、まだ。ただそこから、まあまあ、スポーツしてる人たちはそこからその、まあ、自分たちが今やってるスポーツ その動きに変えていくっていうところからが一番しんどくなってくるんですよ。そこからが、そこからも右肩上がりって思いながら期待しながらリハビリすると、ちょっと下がったことがすごく下がったように感じてしまうので、そのやっぱ全然下がってないんですよ。だから現状はそんなに下がってないんですけど、メンタルがもっと下がってしまうんですよ。だからこれが一番リハビリしている中で一番しんどいんで、だから初めからこのそういう状況まで来たらこういう上がったり下がったりっていうのが、こういう波が絶対あるんで、振り返った時に1週間前2週間前より、あ、こういうことできてるなっていうのは確認をちゃんと自分でしていった方が僕はいいと思いますね。やっぱもう前って言ってしまうと、はい、その自分が思い通りにいかなかった時とか痛みを感じてしまった時っていうのはすごくショックを受けてしまうんですよ、うん、でもこれって動きに変えていく道中ではここは絶対当たるとこなんで、はい、だそこをどうその時 そのトレーナーさんなのか病院の先生なのかっていう人たちと相談しながら、どういう乗り越え方をしていくのかっていうのが大事なんで、そこは絶対必要なことなんで、そこまでいけたっていうことをまず自分で褒めてあげてほしいですね。うん、なるほど、はい、だそこがやっぱメンタルが落ちるのが一番しんどいんで、リハビリっていうのは、だそこの絶対落ちる時って絶対あるんで、はい、あんまりメンタルが落ちないようなその自分の考え方を持ちながら、そういう下がる時もあるんやって、って思ってた方が僕は少しでも常に前向きにリハビリに、うんうん、で少しでもちょっとこう自分の期待をしながらとか、まあ、両方こう持ちながらこうバランスを保ってたら気持ちもそんなにこう雪沈みはないと思うんですよ、ね、うん、はい、でもこういう波が一番しんどいじゃないですか。だからその波をできるだけ小さくしてあげるっていうのはやっぱそれは自分自身の考え方、はい、感じ方なんで、そこは僕は思いますね、うん、だそれでうまく絶対いくかどうかなんだけど、それはもう分からないんで、もうそれは PT の先生も分からないですし、うん、病院の先生も分からないし、もう本人も分からない、これ誰も分からないんで、それならその手前のところでもうそういう嫌な、できる限り嫌な思いしない方が、ね、いいかなと思うんで、はい、うん、今回まあ最終回ということで、はい、ちょっとこの存在も伺っておかなきゃなと存在、はい、思うところなんですが、はい、まあ、ドラフトで、取って、くださったというところからのお付き合いになるかと思いますが、王監督、王会長という、はい、存在、うん、どんな存在ですか。難しいな、一言で、うん、いや もちろん大きな存在ですし、はい、僕を使い続けていただいたというか、期待していただいた、我慢していただいた、うん、それこそ僕はね2003年で8年目なんで、はい、それまで我慢していただきましたし、大した実績もない僕を、ね、2003年開幕投手を指名していただいたんで、うん、もうそれがなかったらまたね人生また野球人が変わってたと思いますし、僕らの先頭に立ってくれてるっていう、はい、もう一番試合中は一番熱い方なんで、はい、一番勝ちたい人、うん、はい、で一番ファンの人のことをやっぱり、やっぱもうジャイアンツでやっぱこうね、はい、攻撃とやられたっていうのも、こう勝つっていうこととファンが見てるっていう
部分で、特にやっぱそういうのはもう僕らしょっちゅう言われてましたし、あんまりイメージないかもしれないですけど、ミーティングめちゃくちゃ多いんですよ。あ、そうですか。もうその長いミーティングはされないですけど、はい、シーズン中も負けが込んだり、はい、なんか監督の中で嫌な負け方したりとかしたらもうすぐに集合かかるんで、もうそれぐらいそこで熱い言葉はもう、1分2分ぐらいでパッて終わって、パッて、で僕ら助かるのは次の日はもう新しい1日が始まってるっていう感じで接してくれるんで、もうそれは本当救われましたね。その時怒られたことも結構あったんですけど、やっぱそれは人間なんで僕は腹立ちますけど、まあ、次の日になったらまた頼むぞっていうその一言にこう救われるっていうか、でただそれを言葉として言っているだけじゃなく、本当にそのチャンスをくれたり、はい、ちゃんと見ていただいてるんやなとか、はい、期待してもらってるんやなとかっていうのが、それがこう積み重ねていったら行くので、みんながそれぞれが、ただもう知らず知らずのうちにこの人を胴上げしたいってなるわけですよ、っていうもうそういう存在ですね。やっぱ僕らの心をいろいろ動かしてくれた人ですね。はい、未だにやっぱり会うとちょっとこう、まあ、緊張感はねもちろんありますけど、はい、やっぱこうなんかいろんな話とか声をかけていただけるんで、野球が大好きな人ですし、野球の話もしたらこう、それにしっかりこう答えていただけるんで、ね、もう表現が難しいですね。なんか大きいなっていう、なんか本当に今この人の下でできて、野球できて幸せやなっていうのはもう本当にも感じます、それは。はい、非常にそのホークスのチーム力というようなものを感じることができますね。まあそうですね、すごいですよね、王監督で王さんはやっぱ、はい、あの弱い大英ホークスにね、あのジャイアンツの、ね、4番が来るわけですから、それはかなりの勝負をされてきたと思うんで、いろんな反対も押し切って多分来られたと思いますし、でその中でそういう覚悟を持ってきて負けが込んでね、生卵事件とかありましたから、はい、まあそれでもね、こう前を見てねこうやられたというのはなかなか多分できないことだと思うんですよね、この今ねこうやって上昇になって強くなって勝ったっていう実績があるんで、なんかあれがすごく美化されたようなですけど、やっぱそういうもんじゃないと思うんでね、でも僕はその時はいなかったんですけど、はい、あの愚痴一つこうなんか聞いたこともないですし、まあ、あの実際食事に当時のメンバーで食事にこう王さんを囲む食事会っていうのは何年間あったんですけど、最近ってことはできてないんですけど、まあその当時の話をもうされた時に、まあもうこういうの内輪の話していいかわからないですけど、まあそれを答えその答えがもうあれそれだけ熱心ファンは熱心に応援してくれてる証拠やと、この熱心な応援に俺たちが答えないでどうするっていうその発想を聞いた時に、もう僕はもうこの人の凄さってもうどこまで行ってんやろって、その発想になるんやと思って、あの瞬間でって熱く応援してくれてるってやっぱ感じたらしいです。だからやっぱそれがそういう表現になっただけ で、ね、これをやっぱり喜びに変えるのが俺たちの仕事やみたいな、いやすごいなってやっぱ思いました、やっぱり。はい、まあ、でもそういった指揮官の下で、まあ悔し涙ももちろん終わりだったでしょうし、はい、嬉し涙という初めての体験もあったというプロの人生ですが、ご自身が思う斉藤和巳という投手はどんな選手でしょうか、どんな選手でしたか、当時の斉藤さんの言葉で言うと、どういう投手ですか。あ、まあ、不器用、な選手やなっていう、まあ、そう人としてもそうですし、そのプレイヤーとしても、もっとこう器用にできたらまあ、何かねこう変わってたか かもしれないですし、もう1年ぐらいこう投げれたかもしれないですし、まあこれはたらればなんで分からないですけど、まあでもその不器用さが
そういう成績を残すことができたかもしれないんで、はい、もう僕は目の前のことしかも一生懸命過ごしてできないんで、はい、こういろんな選手とか人を見るとなんか羨ましく思う時もたくさんありますけど、まあ、それこそもっと細かく言うと僕はもう高校の時に投げてた球種とプロに投げてる球種に何ら変わりないんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。何にも変わる、増えてもないんですよ。減ってもないですし増えてもないんですよ。だからその増やすこともできなかったですし、チャレンジしてもできなかったですし、そうなんですよ。だからそういう技術もなかったんで、その確率を上げていく上げていくっていう、もうそんなことしかできなかったんで、もうなんかこうね、器用そうにこう見られたりもするんですけど、はい、僕はもう全然そんな器用な選手じゃなかったんで、だから不器用がゆえにこう、まあ、そういう小久保さんという先輩と出会ってそれを見よう見まねで、はい、その継続するっていうことを身につけられたんで、それまでできなかったんですけど、その続けるっていうことを身についてからですね、それが不器用さがカバーしてくれたっていうのは、はい、それがなかったら多分もっと早終わってると思うんで、まあ不器用でよかったなとも思うところもありますし、うん、もうちょっとこう器用に生きれれば、まあ、あと人としてもね、人付き合いも下手くそだったん で今もそんなにうまくはないんですけど、はい、うん、まあ、そういうところがこう、まあ、不器用やなっては思いますね、はい、あ、でもこう分析していただくと非常に興味深いですね。そんなに深い人間じゃないですよ。いや僕は。最後になりますが、まあ、多くの、投手が憧れた斉藤投手ですが、はい、未来の名手へ向けてぜひアドバイスをいただければと思うんですが、あ、そうですね、はい、まあ、野球が好きならもうとことん、もうなんか何でもこう一生懸命やれる子になってほしいですね、はい、まあ、僕はいつも野球室行ったら言うんですけど、まあ、野球はね、上手くなってほしいっていうのはもちろん僕らのね、こう思いもありますけど、野球だけじゃなく、もう友達と遊ぶであったりもそうですし、はい、まあ、勉強が好きな子も中にいるかもしれないので、勉強であったりとか、なんか自分が今目の前でこうやりたいこと、やらないといけないことが、うん、それが遊びやったら、友達と遊ぶであったら遊ぶで、はい、遊ぶことをやっぱ全力でその時はするとか、何でもこう全力でするって、一生懸命するっていうことをなんか身につけてほしいなって思います。それは別にそれが野球なら野球で全然いいですし、みんなと練習する、試合するとかっていう時一生懸命やるとか、まあその家帰ってこう自分で自主トレとか自主練習してる子もね、いるかもしれない、はい、いると思いますけど、その時も10分でもいいです、5分でもいいです、その時一生懸命するとか、そのやっぱそのそれをこう継続できるっていうか、はい、何でも目の前にこう自分に与えられたものを一生懸命できるようになれば、多分何かしら面白い瞬間って多分出てくると思うんですね。なんか、はい、だからそれが今はね、こう僕もこう今野球してる子どもたちにね、こうそういう感じで話してますけど、それが野球じゃなくても、今後将来的に全然スポーツじゃない方向でも、うん、絶対何かしら多分大きくは絶対道はそれないと思うんで、うん、それを自分でこう何か一つ一つ掴んでいければ、自分が頑張ることで、お父さんお母さんであったり、はい、まあ、兄弟であったり、友達であったりっていうのが喜んでくれることがまた喜びに変わったりする瞬間があったりもしますし、まあ、一応ね、上手くなってほしいのは上手くなってほしいですけど、上手くなる前にもこう大事なことっていうのはやっぱ一生懸命できるっていうのは絶対大事なんで、はい、だそれは別に野球に限らず僕は何でもいいかなっていうのはいつも子供たちには野球教室行ったらいつもそれは言いますね。何でも一生懸命やろうって、はい、上達の要になることですよね、はい、一生懸命何でも集中してやり抜くということでしょうか ね、はい、そうですね、ありがとうございます。いや、大きなアドバイスを頂戴いたしました。いえいえいえ、はい、また詳しくですね、斉藤さんの野球論というのはエースの銀言でも語られておりますので、ありがとうございます、ぜひ、はい、ご覧いただければと思います、ね、はい、人生のディフェンス力と心のスタミナ、これを学び得ることができるという著書になっておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
ということで、はい、まあ、長くにわたってですね、お話伺わせていただきまして、はい、ありがとうございました。いや、もうこちらこそありがとうございます。贅沢な時間でございました、はい、ちょっと僕が長くしてしまいましたね。ちょっと話が長かった。いやいや、とんでもないです。もう欲張ってしまいましたが、いやいや、最近やっぱね、こうやってこう話す機会ってね、やっぱこのコロナ禍で少なくなってきたんで、そうですね、僕もやっぱこうストレス溜まってるんでしょうね。今日はもうストレス発散させてもらったんで、うん、もっと発散しますか。いや、もう大丈夫です。そうですね、ありがとう。またの機会にお願いできればと思います。ありがとうございます。ということでですね、和美さんの前にございますこのキャップなんですけれども、こちらにサインをいただきまして、はい、プレゼントをさせていただきます。概要欄からご応募ください。ということで4回にわたって本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。斉藤和美さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、新高円寺にあるセノンスポーツゼロに来ました。ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。